素晴らしい日本の旅に、この大人と親方と
判明で音声を繰り上げてまいります。それでは紹介をいたします。オルタリューオルピーのエノキドマサキ、真ん中メジシ加藤サトシ君、親方加藤サトシ、もう一名ね、中谷親方加藤陽平君、このね現在の親方2名と OB の榎木戸、この3名によりまして、それから素晴らしい音声を皆さんにねご覧いただけると思います。今月も一晩抜きに懸命にね、練習を重ねてまいります。親方 OB はですね、若い皆さんに弟子を教えながら、自分でもまた教わりながら、こうやって皆さんに本日の本番に素晴らしい弟子をお見せするために練習を重ねて本日になりました。今日一日一生懸命に頑張ります。どうか皆様よろしくご声をお願いをいたします。この、ね、配線
かと、なんか遠くの方に光ったものが見える。あれは何だろう、悪魔なのか何だ。これからね、この万里の木やね、花の周りを回りにした後ね、この光ってるものをこわこわと目力から順番にね、確認に行くわけでございます。それで最後にはその光ってるものが悪魔や怖いものでなく、青木神社という素晴らしい皆さんの健康と幸せ、地域の安全を守ってくれる神様だということが分かりましてね、それから賛美が争って、その青木神社の拝み争って行うわけでございます。これがこの音部音でね、音と閉鎖かきまして、音部神様でございます。この演目をこれから OB の両家と、大きな親方の両家と、大きな絵の具力によりまして、これからじっくりとね、皆様方を代表して青木神社へ拝み込んでまいります。どうかじっくりとご観覧ください。また絵の方ね、歌の方も暑いんでね、十分水分を取りながら一つお願いをいたします。またご観覧の皆様も同じでございます。大変本日は天気がいいですが、暑くなるそうでございます。どうか十分熱心とにならないように、皆様方も水分をお取りいただきながら、ご観覧人生をご観覧いただきたいと思います。なお小中 PTA では今年度もね、売店を取り行わさせていただいております。水分になるようなもの、食べ物も用意してあるようでございます。どうか皆様方ご利用のほどお願いを申し上げます。
まあ、メケチが入ってまいります。どう？ゆっくりでいいの？で、目印はゆっくりと、前の方を向く。ほっ。ほっ。こりゃ、お父さんよりも前かよ。ほっ。する。いざいざ。で、光ってるものを確認に行きます。肩がうまいぞ。はろ。はい、女性方で行きましょう。はい、はいぞ。しっとりしっとりとね。はいぞ。ほっほっほっ。はい、の成果がたっぷりと出ております。毎度、ね、女性ですのでね、肩を少し落とし気味にね、こうやってゆっくりと、ゆっくり上げてまいります。ただいま懸命に目指した、ね、素晴らしい神様だということを確認をしております。光ってるものを教えましてね、今度は大太夫に高い波ですがね、光ってるものはこうだぞと教えたわけでございます。さあもう一度目印は入ってまいります。はいぞ。じっくりとじっくりとね。ほっ。まいぞ。争いをこれから始めました。
ず争いにちょいと巻きました中田に今度は反対側から回りまして行きますが、どうも大太夫に押されて、また三匹元に戻ってまいります。大太夫がまず今度は目指しの次に先陣を切って、ね、お上に入ってまいる。さあ大太夫です。恐ろしく行くぞ。そう、はい、大太夫はね、えのき堂まさきくんでございます。 OB えのき堂くんはね、そこいらでお母さんが言ってんですよ。心配そうなさん、かえりさんの息子さんでございます。目を出すです。頑張れ。そう、そう、じっくりじっくりとね、しゃがんでまいりまして、大太夫これから拝み込んでまいります。さあ、ぼったくなこの拝み込みでございます。お母さん心配しねえでも大丈夫だよ。せがれは体力もある、懸命に立派に拝み込みを終わると思いますよ。さあ頑張れ。
度はまた中田裕太に入ってまいります。はい、もう一度返します。いいぞ。二度。はい。
ございます。はい、もう一度引きます。さあ入ります。はい、首を返します。さあ中田優入ってまいりますよ。さあ目指しは位置を変えてまいります。はい、引きます。はい、入ります。はい、返しますよ。そこ行くぞ。足ぴったり、頑張れ。ただいま行っております、中田優加藤陽平君でございます。はい、これでお飲み込みが、ね、終了いたします。さあ神様は今度は鼻の真ん中に移動してまいります。鼻の皆さんはもう少し鼻の距離を上げてください。さあ今度は三匹が元の位置に戻ってまいります。大太夫は一番ね、大切に神社に向かって左側に今度は並んでまいります。先ほどの位置と反対になってまいります。さあこれからですね、最後の拝み込みをこの三人で鼻の中へ入って拝み込みにまいります。それが最後の皆さん見せ場となります。その後歌に入ってまいります。ただいまね、この笛を見流しをいたしましてね、その間にちょっと仰いで風を入れてまいります。もう刀のね、小学生、中学生、汗びっしょり、本当に大変でしょうが、頑張ってください。またね、ご判断をいただいている方もだんだん気温が上がってまいります。十分ね、ご注意をしながら、そしてね、ご判断をお願いをいたします。さあ、いよいよね、三匹が鼻の中に入ってね、神様を拝み込んでまいります。さあ、最後の拝み込み、暑いけど頑張れ。そうね、伝説の成果をね、ご観覧の皆様にたっぷりとお見せしていただきたいと思います。暑い中です。最後まで頑張れ。さあ、になっております。さあ、いよいよ回り込み終了いたしました。神様も下げてください。さあ、それでは歌に入ってまいります。歌の紹介は歌の親方お願いをいたします。
말해야 구르마 말해야 구르마 아야 구르마 마하 ありがとうございます。本日審判の歌が歌われます。それでは歌詞の説明、親方お願いをいたします。はい、それではただいまですね、歌詞の説明をさせていただきます。この危険にしてみればとても見事な声の骨がチクチク泳いでいる様子を歌ったものでございます。 今今回のためのね、今週も一番が歌われたわけでございます。まあそれでは次の2番に入ってまいります。さあ、置いとくか。もうほとんど終わりやから。な、あとビールですか。ビールの方がいい。言ってください。もう来るで。ああ、ビールね。わかりました。では2番。 歌の皆さん、お願いします。 今年はあんまり構える接待できなくてごめんなさいね。いい、申し訳ない。ダネはゆっくりよ。一日いられるよ。そうすれば接待もできますので。 歌が終わりました。歌の皆さん頑張れ。さあ、紹介を頼みますよ。それではですね、2番の歌の内容順で説明をさせていただきます。腕を出して泳いでいる鯉や帯で泳いでいる姿をとても美しく目を引くものが、これも館の名所になるのでございますというような内容でございます。 今紹介された通りのね、歌手でございます。さあ、だんだん中盤に入ってまいります。さあ、いよいよそれではラスト3番に歌入ってまいります。またその後には恒例のチラシに入ってまいります。 おりえのおみわえいえ。
跟新通常車を変えていきたいと。じゃあ一番のうちに歌の紹介お願いします。はい、3番の歌の文句でございます。これのお似合いしてみるか、重ねついに食べたもんかという文句論でございました。その意味は青神社を歌ってまして、このお似合いしてみるか、重ねついに食べたもんというような意味でございました。はい、ありがとうございます。いよいよチラシに入ってまいります。皆さんです、小さいお子様を連れる方は手をつないでいてください。いよいよ最後のお店はチラシに入ってまいります。なので昔からこの指示に、ね、くれると縁起が、ね、言われております。どうか皆さんの中へ入ってまいります。慌てないでちょっと外にね、指示を流行ってください。応援してやってください。さあ、はい、そこまで、はい、バック、はい、そこからバック、はい、さあ頑張ってね、ね、そば行って大勢のお客さんのね、悪霊払い、風邪をひかないように健康であるようによくお払いをしてやってください。さあ頑張れ、ほら、うわ、明治市武者家中
사가유 예사야 の大きいと親方の三兵衛に命じまして、この皆様の最上手青木神社へ五国王女健康と平和への悪名を伝え、災害のないお寺のために懸命に熱い中を拝み込んでいただきます。毎度それだいざいぞ。 また笹川のね中学生と小学生三須崎君と小学生の原島君、暑い中本当にありがとうございます。お父さんお母さんやとも多分心配そうな顔をご覧になっていると思います。はい、終了でございます。それでは一列に並んで最後のご挨拶をお願いを申し上げます。 皆様のそばにつきましたら盛大に一つ拍手でお送りをお願いします。はい、歌の先導役、ご苦労さんでした。ありがとうございます。素晴らしいね。 今までにないような恩恵を見せていただき、ありがとうございます。毎年毎年、大阪この姉妹に進歩してまいります。若い人は懸命に努力していただける花物でございます。こうやって長く続いてまいります。多くのお客様、ご伴侶の皆様のおかげでございます。 どうか盛大な拍手をお願いを申し上げます。今後とも皆様方の絶大なるご支援をお願いします。長く姉妹が続きますようお願いを申し上げる次第でございます。本日は早朝から大変ありがとうございます。さあ、道中上に乗りまして、これで ありがとうございました。上の皆さんも暑い中長時間にわたり本当に皆さんありがとうございました。これで御礼を終了させていただきます。今度の後は大切は若い皆さんにお任せします。どうも大変皆さんありがとうございました。ご協力いただきました。